さあ両内縛り始めましょうか。そういえばダルビッシュどこ行ったんだろう。ダルビッシュはどこ行ってもエースでしょう。さすがに一軍にいると思うんで。あ、いた。巨人ダルビッシュか。うわ、大谷とダルビッシュじゃん。巨人転生ダルビッシュ、コントロール A、 クソ強え。149コントロール A、 スタミナ A、 変化球4球種。大谷は転生じゃない大谷ね。リアル大谷と転生のダルビッシュがいますと。強いですねこのチーム。そしてペナントのね、留学めちゃめちゃ気になるんで、ペナントの留学が終わるまで見ていこうか。ペナントね、どこが上がるかっていうのが分かんないからね、まあ、その辺のちょっとギャンブル要素があるというところがいいんじゃないの。盗塁王修正なんかいろいろできてますね。ノリノリにもなっておりますね。どうですか、今年優勝できますか。去年日本一のチームはうちは接戦を制してる。そういう時はね勝てるんよ。ただ接戦で負けていると。そういう時は勝てないんよ、優勝できないよ。接戦で大差で負けるのは全然いいの。勝つ時は接戦、負ける時は大差でいい。接戦の試合を制すか制しないかって全然違うからね。全く勝ててないんで 3.5 ゲーム差ぐらいつけられておりますが、富田、横松良かったんだけどね。ピッチャー陣はだいぶ豊富になったんで、調子が良くなかったらすぐ変えていきますよと。代わりはいっぱいいますよと、うちには。問題は打撃なんよな。マスカワの調子が良くない。トガの田岡が調子がいいんで、この2人は使われてるんだ。引き地は代打兼対左で出てもらえばいいかなと。1234567891011121314151516、あと16日はもう任せようかこいつらに。17点取られた。まあでも17点取られようがね、勝っちゃいいんだから。外国人も探しておりますと。4.5ゲーム差3.5ゲーム差、1点差負け1点差負け1点差勝ちと。ただ全体的に団子ということは、うちが大型連勝すれば追い抜かせることだから全然いいと思う。ショート DH、 外野がね、外野がいないんよな。まあでも外国人を取るのが一番いいと、外野は。お、さすが絶好調薄いホームラン打ってるね。そしてペナント後の留学結果は、パワーと走力、守備と補給。なんで逆でもよかったんだね。内野守るやつがパワーと走力上がればよかったんだけど、守備と補給、外野で守備と補給上がってもな。しかもそれ以外が全く上がらないからね。なんかそれ以外もちょっと上がるけどみたいな感じだったらいいんだけど、去年頑張ってた小柳が今年はちょっと不調と。なら一回二軍に落としてもいいのかなと。外野の外国人もいますよと。 C ラン、あー来た、 A ランク、 C ランク、 C ランク、 C ランクと。27歳 A ランク、 BBDBD 悪くはね、27歳 A リング、これ取っとくか。結局早めに取るのがいいんだからね。ただ顔が気になるんだよな、この顔。 A リングな、ちょっと顔が気になるところですが、いや取るか、取ろう、エイリング取るわ。4億、ただもうこれでちょっと正直終わろうかな。4億2人取る金はねえうちに。もう残り9億しかねえ。9億9000万残しのエイリング、こいつにかかってる。優勝するには優勝へのラストピース。
もうエイリングが打ってくれることを信じてやっていきましょうか。まあシーズン終盤まで行こうか。優勝争いはおそらくしてると思う。だからもしかしたら圧倒的な差をつけて優勝するかもしれないね。終盤まで来ましたけど、マジック6の 3.5。 ちょっと厳しくないか、これは。ちょっと優勝はできないか。あー、マジック1。ちょっとね、終盤の疲労が溜まってね、怪我人が続出しまくったっていうのが、やっぱちょっと勝てなかったところかなというふうに思いますと。3.5 ゲーム差で優勝を逃すと。惜しいところまでは来てるんよな。まあ一つ要因があるとすれば、外国人がまあ外れたというところなんですけども、今年どう？今年は日本シリーズ行けなかったか。まあいいよ。ちょっとね、後で見てほしいんだけど、外国人をめちゃめちゃ、4億円払って、めちゃめちゃ外れ外国人を引いたんで、あのスカウトクビにしますと。まあさて、どれぐらい弱いかというと、じゃじゃんと。CCDDDD。意外と打ってんね。2割9分6厘11本48打点は悪くないんよ。別に、この成績に対しては悪くないんだけど、4億でこれっていうのがちょっとね、気になるところですね。チームの方は73勝65敗、勝率は5割2分9厘と、去年よりちょっと落ちてるね。去年ぐらいやってれば優勝できたのに、まあ、噛み合わないといったところで。まあまあ、でも優勝争いはできてるから、あとは頑張るだけ。沈黙率は1位よ、リーグ。打撃は2位よ。惜しいね。あとちょっとなんよ。頑張れば優勝できる。頑張ればだから、もう普通にやれば優勝できる位置まで来てるんですよ。元杉よくね。元杉強くね。これ誰元、FL 取ったやつだっけ、元杉って。149キロ CB、ストレートツーシーム、ホーク V スライダー。球速は安定、ポーカーフェイス、力配分。すごい、なんか面白い選手だな。ちょっと高橋宏斗、衰えてきたね。中継ぎするか、来年。来年中継ぎなら勝ちパできるんじゃない？タイピンチ A だし。シュンペーター、まだ先発で回ってもらおうかな。エナツがもうちょっと頑張ってほしいと。玉城ももう衰えてきてるでしょ？結構みんな衰えてきてるんで。あと中継ぎもね、岩瀬もあんまり良くなかったしな、今年は。谷川、誰だっけ？抑え、一時期抑えやつです。こいつ森谷、よかった。一時期抑えで頑張ってくれましたと。打っては田岡くんが、今年は田岡が頑張りました。3割1分4厘29本。あ、去年も田岡だっけ？去年も田岡良かったんだっけ？去年、あれ、小柳だ、どっちだっけ？小柳か田岡、去年どっちが良かったんだよね。タオカーじゃないわ。去年はやっぱり、去年小柳良かったんだ。小柳今年めちゃめちゃ悪かったからね。1割台と。去年2割8分8で43本打って、今年1割9分7人14本っていう。せっかく当たってたのに外れ。あ、ホームランも取ってないんだ。43本打って、去年めちゃめちゃ頑張ったのに今年ちょっとダメだったね。代わりにタオカーが頑張ったと。で、藤立キャッチャーでこれはめちゃめちゃ強い。3割4分3人12本55打点。ちょっとね、レギュラーキャッチャーをね、マスカワに変えようかなという意見もあったんですが、結局藤立だったね。もう藤立は外野手としても使えるから、守備も上手いし、足は遅いけど。室井はまあ、対左だけなら頑張りますと。対右でも打ってますと。むしろ対右の方が打ってますと。エイリング799。藤立ベスト9。藤立ぐらいか。藤立ベスト9ゴールデングラブと。首位打者も取ってますと。あ、中川通るようだ。最終防御率も落とすぎ。ベスト9ゴールデングラブ、首位打者通るよう、最終防御率、最優秀防御率。14年目、結構長いことやってるね。なんか足りないんだよな。あー、ポスティングでも、ポスティングならいいよ。あー、藤立最高のタイミングで FA したな。一番の売り時だよ、今が。なだが、うちにもう一回帰ってきてもらえるように頑張りますと。ちょっとスカウト首だね。もう一回取れ。ちょっと一回やめようか。いや。ちょっともう
回取ろうか。金あるかな。51億です。多分金あるよな。4億取れる金はあるはず。この辺が軒並みエイリングの金は1億8000万でいいのかと。この能力よ。しかもいやー正直1億でいいでしょう。この成績だと1億でいいでしょう。だってタオカが3割自分29本打って2億よ。なら1億も高い気がする。正直5000万じゃないこのクラスは。2割9分6厘11本は年間通してやったら1億でもいいけど、まあ、半年ぐらいしか出てないんで。伊勢が引退ですと。地味に最後の年は 0.00 だったんだね。伊勢総一郎が引退しますと。62人ちょっと多いね。減らしたい。衰退期ですが、ちょっと引退か。万世成長。来たら乱調持ってるからな。早熟のやつらをクビにしていこうかな。結構外野手に早熟が多かったんで、通成長期、早熟成長期、まあ、成長期ならまだいいよな。衰退期になってくると厳しいよと。普通衰退期4球種持ってるがちょっと厳しいのかな。超早熟衰退期と。敷地は一応まあ代打と対左でまだ使えるっちゃ使えるんで残しとこう。58人ぐらいだったらいいんじゃない。ちょっと4球種持ちでもね、ちょっと活躍できなさそうだなということで、まあ、FA やらなんやらで取るんで、ドラフト会議と。いや松井和夫来てくれ。ただショートいらないよな。外野が欲しいんよな今。内野はもういっぱいないよ。むしろいい選手が多すぎて誰使うか困ってると。米田栄冠ないんでよく使ったな。米田1940何年ぐらいに。結構昔の人だもんね。タイピンチへの伸びえだってこいつ。板倉めちゃくちゃ気になる。板倉ドラ3ぐらいで取れねえかな。ドラ4で取れたら熱いけど、おそらくドラ4では取れないからドラ3で取りたい。さあ両打ち。あーミート G か。せっかく上の方にね両打ちがいると思いきやミート G です。ミート G か肩以外 F と。いやー微妙だね今年は。とりあえず4年間行くか。で外れるでしょ。外れる。そうなるとどうするか。誰を取りましょう果たして。ただ正直今もうねドラフトで取るんじゃなくてね即戦力が欲しいんで FA 取った方がいいんだよな。3球種持ちの BB 先発投手取るか、特能のいい こいつ取ってみる。ドライチェ伸び A 対ピンチ A。 でドラ2で両打ちの長を取るか。ちょっとミート G は気になるけども両打ちの野手だし取っとこう。果たして藤崎は取った方がいいのかと。藤崎ドラ4で取るか。ピッチャー1人取っといて、まあ、ピッチャーも正直逆にこの2人でもいいかもしんねえ。この2人で終わるのもありと。枠の問題もあるしね。ちょっと2人にしとくわ。 FA と外国人も取りたいからあんまり枠パンパンにしないで。タイピンチへ伸び A と。こいつしかも期待の逸材、将来に期待です。ミート G がちょっと気になるところね。さあ小笠原取れるよ。世界を知る男。
15勝13敗。メジャーから帰ってくる選手、めちゃめちゃなんか、責任投手になってんだよね。すごくね、18回も責任投手になって、28回も責任投手になってんだよ。まず何登板してんだって話だよね。確実にローテで回ってるよな。しかも結構長いイニング投げていると。メジャーを2人行ってくると。さあ、森木くん。おー、いいね。豊田。おー、いいね。カーライト。28歳若い。いいな、思い、ちょっと待って。クソ豊作なんだが。藤立はまずダメ。え、誰取ろう。いや、稲尾か。稲尾はまず取るでしょ。で、カーライトも C ランクだし取る。豊田か森木どっち行くか。まあでも結局やっぱ先発の方が必要だから、森木行くわ。中継ぎより。藤立は2億。いや、3億でもいい。稲尾は3億5千。カーライトは8600万。森木2億7千。お、大型補強しまくりよ。稲尾、森木、カーライト、藤立と最高。金に物言わす球団になってしまった。これやっぱ金なくなるんじゃね？ああ、ソヤマが取られた。俺のうちの曽山がちょっと両ちょっと外国人は戦力外はやめとこう。伊勢が殿堂入りと。お、銀違う、どうか。200セーブ達成だって。へえ。うちで抑えやった期間が長いんだね。DeNA 時代は主に中継ぎをやっていましたが、うちに来て抑えをやって200セーブと。ギリギリ防御率も2点台と。でも200セーブはできても250セーブはできないんだな、やっぱり。ドミニカは正直ゴミだから、コリア。金いくらある？あ、17億あるか。あんまないね。普通成長期、普通成長期、早熟成長期。キャッチャーが多いですね。普通成長期、早熟成長期、普通成長期、早熟、普通成長期、普通成長期、早熟成長期、早熟成長期、普通成長期と。まあ外野陣を鍛えたいので、柴崎、渡部。でも外野2人も行かせる意味あるか。空いてる枠は1つだけどね。で、しかも外国人も取ると。競争を促すんで、12億で外国人取って8億か。ちょっと金がなくなってきましたね。キャンプ終わりました。あ、外国人探してねえや。また外国人探すのせいさ。外国人、外野手を探しましょうと。両打ちの外野、とりあえず中堅。ミートあるで探すか、パワーあるで探すか。結局、ミートあるで探しても、パワーあるで探しても、嘘をつくからな、スカウトは。だって、スカウト、結構いいスカウトだったんだよ。AB とかのスカウト使っても、DD とか来るんだったら、もうどうすればいいんだと。運が悪かったのかもしれない。もう一回ちょっと取ってみよう。次はいい外国人が来てくれるかもしれない。というわけで、今日はここで終わりましょう。あとじゃあ、なんかやっておきます。スカウトにも指示とかしてないといけないんで。ああ、忙しい忙しい。